どうも、コンノと申します。お嬢今日はですね、2月に出した動画のまとめということでね、はい、まあ、1ヶ月あったことをちょっとトークしながら振り返っていきたいなと。2月はですね、動画、なかなか頑張りまして、なんと8本。いや、すごい。前月比、まあ、120% アップですか。いやいや、まあでも、言うて、やっぱ2日短いから、少しはもう、ステップアップしてみたいな。もう、乗りに乗ってんじゃない？この頻度は。ハードル低いね、あなた。まず1個目が、はい、あれですね。シンコデマヨじゃなくて、ポール・ロドリゲス。カラーリングはシンコデマヨと同じなんですけどね。そう。あれの、俺が一人でモータルに並びた並びの動画と、プラスのレビューの、まあ、動画だったわけですけども、まあ、めちゃくちゃ寒くてね、あの日。雨降ってたやつ。でもいや、マジでしんどかったよ。傘。1月終わりぐらいじゃない？ 1 月末かな。映しにくかったんだけど、もうバイヤーの人が2、3周してるのがもう分かってる。その時は分かってた、ね。いや、分かってた。ああ、この人2周目だな、みたいな。なんでかっていうと、その先にもう並んでた映像をもう見てたんだけど、うん、その人1番、2番ぐらいにいたのに、俺の後ろとかにいたから、あの2周目だ、3周目だな、とかっていうのがこう分かったりするような感じではあったんだけど。それ以降ね、モータルさん、販売がね。そうね。なくなっちゃって。まあ、ドレスコードがね、ちょっと、変な感じで、その、ステッカーでも OK みたいな途中になっちゃったから。はいはいはい、あ、そうなんだ。それで、なんか、ドレコの使い回しみたいなんで、もういろんな人、こう、声かけてさ、雇ってさ、みたいな、こう、いろんなね、バイング行為がこう、行われたことで、まあ、近隣に迷惑かかって、まあ、販売ができなくなってしまったという捉え方をしてるけど、実はちょっとね、理由は違うらしいのよ。いや、久しぶりのレビューでさ、いや、そうね。レビュー撮ったのが。ずっとね、ちょっとね、いや、俺、まあ、レビュー毛嫌いしてるじゃん。うん、しんどいのやっぱりレビューって。結構みんなこうポン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 さ、スニーカー一番みんなね、こうすごいこう投稿頻度もね出すんだけども、うん、なかなかちょっとしんどくて、やっぱ並びってさこう行ったらもうそれで終わりじゃんもん、うん、だからもうすぐ編集ポッて取り上がるけど、はいはいはい、レビューって一応さ自分で動画撮った手前さ、あれ間違ってないよなっていうチェックする作業とかいるでしょ。まあまあね、その言ったことが変じゃないかっていうか、間違ったことを伝えてないかっていうのをチェックする、うん、まあ例えば商品名もそうだけど、うん、まあそれの、ね、一応チェックちょっとだけ、ちょっとだけチェックするじゃん。うん、それがもうしんどい。それがしんどいな。でも最初ね、今度がやりだしたからね。あれ一番好きやけどな、結局。いや、でもあれが。からレビュー挟んで、口を変えてというワンセット。いや、そうそうそう。本当はだからレビュー込みでの一本に最初しようと思ってたんだけども、まぁ、あ、ちょっとね、そこはまぁ、おいおいやっていけたらなと。プラム。次がもうプラムストレンジラブと。プラムストレンジラブと、まぁ続いてね。まぁ、あ、プラムはだから、岡山さんと一緒にね。4人でじゃあ行こうか、つって。なんかちょっと寂しいから一緒行きましょう、つってね。もう、なかなか男子イコールも4人みたいになってくる。なかなかのね、彼も寂しいあれやからね。じゃあ一緒行こうか、つって。そうね。プラムね。あの動画、俺一言も喋ってなかったな、ほぼ。プラム。あ、マジ？あれ一言も喋ってなかった。俺が編集したんだけど、あの、ま、渡辺にテロップ振ったの1回だけだもん。なのに、そうなの、そうそうそう。なのにコメント欄渡辺いらないみたいな。叩かれて。いや、俺何も喋ってないやん、今回と。あ、そう。そっからストレンジラブがもうさ、もういい意味で悪いでもほら。いや、まあ確かにあの日ストレンジラブの方にも気を入れてた。いや、もうなんか、もう完全に、プラムよりも、まあ確かにストレンジラブに、こう、俺らもみんなね、まあね、気持ちいってたから、変えると思ってたもんな。いや、余裕で変えるから、正直だから数多いと思ってたから、そこはちょっと意外だったなっていう部分で、ね。意外と少なかったね。いや、少なかった、少なかった。うん、で、だからそれをやった後に、で、結局ストレンチラブね。出た。大問題だ。まず。大問題、これはね。結構大問題。もう渡辺の口からね。なかなかのね、大問題動画で。まぁ、あ、ちょっと ね、あの動画だけだと、確かに、俺、編集したの俺なんだけど、うん、あの、ちょっといろいろ勘違いを生ましてしまう部分はあったかもね。だからなんか、ちゃんと、もうまた改めて、もう一回説明すると、うん、多分あれ、いろいろ伝わってないことが多すぎて、結構 ね、だからその、この動画がどうこうみたいな、うん、なかなかのこうね、まあ、抽象に近しいコメントが多かったんだけども、まあまあね、いろいろちゃんとこう噛み砕いていくと、はい、まず販売中止になりそうだなっていうのが、まず一個がね、先だったね。そう、うん。っていうのもあって、じゃあ、それを避けるためには、全員が同じ位置にいたら良くないっていう頭もあったの。うん、で、まずそれもプラスアルファで、うん、あと、全員が同じ位置にいたら、うん、先着でさ、うん、入れた人から順に抽選していくんだけど、ある程度で切られるっていうのも分かってたから、早く行かなきゃいけないわけよ。ってなると、同じ場所を全員で目指しても、いや、俺らの今いる位置からじゃ勝てないなっていう判断をしたわけ、俺らは。だから、もう場所全然違うところ発表されることを、うん、お願いして、それだけを願って離れたのよ。あ、なるほどね。そう。あ、もしかしたらこっちの方に、だから、与野港とかの方に行ってくれよなーの思いで、なんとなくそっちの方行こうかーつって、パーって、俺らが歩いてたら、渡辺が急に走り出したというよりかは、
反対側にね、俺らを見て全く同じ動き平行で動いてるやつがいたの。いやマジでマジであれっつって、そうそうそう、でそれを見て渡辺も俺なんか動いたぞで、うん、パッて走ったのでパーって全員来ちゃったの。でも、ね、確かに後ろから見たら完全にこっちがやってるみたいになってるから、確かに、その戦闘集団の中に速やかの一人がおったら、そう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 、いやそうね。でなんかその渡辺も本当はね、その俺と同じゾーンにいたの、同じレーンにいたわけ、うん、道沿いにな、うん、気づいたら渡ってたからな。だから渡辺はこっちに釣られてるわけ、結局反対側の見えてないゾーンの、ね、はいはいはい、見えてないゾーンの走ってる人たち、はいはいはい、全員が騙し騙されてるみたいな感じなんだ。なるほどね。それを見た後続団体の人がおっつって、そうそうそう、走ったぞつってみんな言ったの。確かにちょっとね、編集ちょっと良くなかったかもしれない、ちょっとね。まあでもシンプルにその現状こんな感じなんだよって、こんなね、たかが靴のために争いが起きるんだよっていうのも、うん、やっぱ見せたいっていう思いもあって、まあ、いやそうです、僕はああいう映像を見せてほしいんですよ。そうそう、嘘偽りない部分もね、なんか綺麗なだけじゃね、うん、実はすまないんだよっていう部分もちょっとまあ、うん、ダメとして見てもらえたら、ね、感じてもらえたらっていう部分でね、交通ルールを破ってまで靴が欲しい人とか、いやダメよマジで。その要は結果を考えたら、もう俺悪いことしたけど、代々木公園である可能性もゼロじゃないやん。いやその時に、そうそうそう、なるほどね。そう、結果だけ見たら、あの動画見てトータル違ったけど、うん、あの当時のライブで言うと、うん、可能性あるわけですから、まあまあ、何も悪いことしてないのよ、俺からすると。そうそう、いやだから、多分、うん、俺の編集が悪くて、あの、お前らこっち来いみたいな感じにしちゃったあ。ああ、そうね。だからそう映っちゃってんのが、まあ、ね、まあ、ジャンヌ・ダルクみたいな感じだったもんね。そうそうそう。あの、だから、ね、格好、過去一の中でダントツに低評価多かった。あ、でも低評価多かったんだ。びっくりしたマジで。めっちゃ多かった。まあどっちにしてもね、なんかまあ反響があるってことが嬉しいから。嬉しい。いい悪いどっちにしてもね。走る役で入れられてるような俺です。あの若田した時は渡辺芸人。走る担当で呼ばれてる、ね。ボメロだと走るっすね。ボメロ走るっすね。ボメロ走るっすね。木下ボメロな。そうです。届いてる。届いてる。うせえな。そっかねえと思うけどね。で、その次がだからユナイト。意外とね、だから NBA のオールスターを、まあ、はいはいはい、記念してオールスター戦のね、まあ1日限定のねポップアップが、まあ、B サイドで開催されたということで、まあ、3人でちょっと遊び行ってみましょうと、うん、で一応あの時がだからオフホワイトのジョーダン5の販売とかぶって、それ、ね、まあゲリラで出るんじゃねえかっていうのと、うん、あとエアシップが実はそこでいやあるんじゃないかという事前リークみたいな噂があったのかな。いやそれはね本当俺気づかなかったけどね。でそれもあるから、まあでも楽しそうだし、まず行ってみようよで、まあね、で、ちょうど集まる予定もあったから行って、っていうところでね、まあでも普通に楽しかったよな、いろんな展示物があったね。ジョーダンのね、あのシリーズドンって見んのね。サンクサイフリスビーみたいなのよかったわ、あのジョーダンの。あれ好きやわ。スーファミの表紙。すげえ、あの、問題よね。大問題よ。アウトレット町だ。大問題よ、マジで。グラミリモル。何をしてくれた？これはね、まあ、原口編集会でね。これね、本当ね、謝っておきますけど、私が発案して、編集したのは私です。すいません。いや、ね、僕からも、すいません。いや、それはね、期待答えられない。これね、だから、マジで渡辺かわいそうなんよ。いや、だから俺がね、渡辺はさ、なんなら嫌がってたからな。そうなんだよ、ね。いや、俺やりたくないわ、そんな、みたいな。そう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 、いや、今度と、京ちゃんが二人で回ってるのをみんな見たいに決まってるやんけ。の、側で、原口が、いや、素材が面白くないから、お前が必要なんだで、群れに音源取らして、そう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 。大炎上。だから、アウトレットとか行ったんすけど、結局、俺と岡山さんも欲しいものがまずなかったのと、見つからなかったと。見つからなかったのと、あと二人とも全く元気なさすぎて。ね、いや、そうなんだよ。全くテンションがね。マジで動画がひどいぞ。だからその、素材を見たかった、会話がどうこう、みたいな、見た、聞きたかった、みたいな。1ミリも面白くなくて、あ、こんなん見せたらダメだ。マジよ。まあだからちょっと見せ方で、ワイプがないと、渡辺がこうなんか言ってることに対しても怒ってんのかなって思ってしまう部分もあるし。そうそうそう。まあまあ、もともと渡辺は結構ね、キャンキャン声というかね。そうそうそう。子犬系男子。バって入るから。子犬系男子だから。そう、子犬系だからね、ワンコーロ持ちだからさ。いや、まあ、その、あの、犬で広げんでもういいわ。その、原口も参加してほしかったのよ、その副音声。っていうか、っていうのと、あと、その原口が先やるべきやねん、もしそれやるとしたら渡辺よりも、はいはいはい、原口先にやって俺の順番やったらいいけど、もうプラムで何も喋ってないのに叩かれてるやつがやる仕事じゃないのよ。いや、なんか多分原口がなんで渡辺を抜擢したかというと、渡辺さん会があってもいいんじゃないですかみたいなコメントあったのよな、うん、多分それを見て、あ、ほんなら渡辺にさせてみようかで、そう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 、多分取り組んだんじゃないかもな。そう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 。あとだからそのなんていうんだろう、俺と岡山さんの会話が本来だったら
まあね、多分、うん、俺ら初のアウトレットの動画だから、うん、多分シンプルにね、どんな話してんだろうが、ね、おい、渡辺うざっていう、そうね、なんじゃこいつになってしまってるという、そうね、だから多分ね、最初のハードル下げが失敗したというかね、そう、だから、マジで面白くないんだよっていうのを、マジで5分ぐらい1回回して、おもんないから、僕が入りますで、やった方が、まだ見れたかもしれない。ちょっとね、巻き戻し、そうそう、ギルルルルで、ちょっと面白くないな、でも、俺はあれぐらい、ちょっと見せたら、素材の面白くこれ結構ネイチャーな感じが出てますね。モンベル、はい、モンベルビレッジ。たまたま来てたんですか。本当にたまたま。僕なんか大学が隣駅にあって、そこでテニスしてて帰りに寄ったら。いいね。景色が。OK。すごいね。なんか。実際こう蓋開けてみて、うん、ああいうコメント欄になりましたってなった時に、こいつが一番落ち込んで一番落ち込んでだから俺ら3人のねグループラインがあるんですけど、それにもねちょっとなんかコメント欄見て俺も落ち込んだわ、ごめんな渡辺、風俗おごるわ俺はその風俗おごるわが傷ついたほんでなんかだから俺も渡辺にじゃあ俺別の風俗を守るみたいな、ね、いやお前が実験的って言ってやってお前が落ち込むの絶対違うからでもまあほんまにその結果的にああなったけど、うん、あれ見てくれて、うん、DM とか、うん、なんやったらフォロワーさんもあれで70人ぐらい増えてくれた、そうで、ね、DM めっちゃ増えてで外行っても一行生よかったですって言ってくれる、うん、若い人たちがいっぱいいて、まあ、僕俺的には別にそんなあの悪い気してないの。あ本当、うん、だからその LINE で来た時すごい腹口が落ち込んでて、もう腹口に俺結局言わなかったんだけど、うん、あの俺ら愛知行ったじゃん、うん、愛知行った日に渡辺から電話かかってきて、うん、ちょっと腹口もしかしたらすごい気にしてたからちょっと今度の方で俺気にしてないよって言っといてもらえるかって電話一本来たのよ恥ずかしい恥ずかしい、だって俺は大丈夫やでって確かにね、LINE でお前も来いよみたいな、俺は大丈夫やでっていうのをちょっと原口がもし落ち込んでたらちょっと今度の方からちょっと言っててもらっていいかって言われて、俺は結局言わなかったけど、でさ俺が本人だったらあれまた俺がまた見たら結構気づくな誰でも気づくよあんなの要するに、うん、全然気にしてないですよっていうところをまずちょっと言いたい。いや気にしてないですよ。こいつぐらい。こいつぐらい。36のおっさんぐらいですよ。気にしてないですよ。ラフでタフなソルジャーなんで。全然余裕っす。いやあれは、ね、ラフでタフなソルジャーなんで。ダセーな。ソルジャーもちょっとかけておったかな。ソルジャーね、ヒップホップでいたもんね。いた。昔ね。ちゃんと飯食ってるからって。ちゃんとご飯食べてなさいのね。すぐ飯食べて。食べれんくなってますわ。女のこと思い出したらすぐ飯のこと聞いてる。副菜と副菜バランス取るよみたいな。最高やな。おかわりいるかなとか。最高やな。ということでね、次はね。次なんだっけ？アスケート奥山今日1万人。ああアスケートのね。フォロー達成記念の一応イベントということで、マジ意味わかんないイベントだわ。もう何回思い返しても意味わかんないわ。だからお店の1万とかわかるよ、うん。そう、オーナーの1万人記念。確かにわけわかんない。まあ、ね。いやでも、だから、彼からすると、だから、その声がすごい多かったでしょ、うん、1万人になったし、なんかやりましょうよみたいなことで、うん、じゃあやりましょうで、あの、喜ばせるの好きだから。うん、まあそうね。そうそうそう、エンターテイナーだね。で、なんか、そう、この間思ったけど、うん、また今度さ、ああいうなんかイベント催しみたいなみんなでさ、考えるじゃんか。うん、あの時なんか、その、あれも撮っといてもいいかもな。作戦会議みたいな。そうそう、そんな別で流すのもいいしさ。そう、なんとなく話しながら、で、みんなでロケハン行ってね。ロケハン、うん、どこがいいかっていろいろ決めて、じゃあここら辺でこうこうして、こうして、じゃあ誰に何をしたらいいかっていうのを、その時にいろいろ決めてね。電話、電話なんだっけ電話何したっけ、今度プレゼンツダンク、ああ、はいはい、あの編集めっちゃ凝ってたな、お前。俺の副音声あんな感じだったけど、はいはいはい、あの Day1 のあのかっこいいの何なんの第1位。ちょうど今。お客さんが今思ってた T90 ね、あ、そうだ、岩崎慎吾さんの、いや、違うね、これね、いろいろ噛み砕くとむずいんだけど、うん、あのまま行くと、あの動画使えないのよ。え、なんで、ふざけんか、ちょっと、あ、そういうことね。だから、効果音とか入れたら、なんかごまかせたの。
なるほど、びっくりしたさ、ね、でもあの今度プレゼントの時なんか女のタトゥーみたいななんかこの柄出てきたあれあれ女のタトゥーみたいな柄出てきたギャル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 よかったよってなんかやっててなんか嬉しかったしな、ね、おすすめしてすぐ買ってくれてそのまま履いてくれたじゃん、ね、チンプラギャーが一人でやってるから大変だから俺らもやるようでやべ一緒やってるというね部分おなんか電気消えたぞ俺電気消えたということで電池が切れましてそういきなり画面ちょっと変わってるかもしれないすいません、まあ一応ね、Day2 はだからその冊子をね、やろうじゃないかという案があって、うん、まあみんなでね作戦会議してでいろいろ決まったんですけどもその整理券を3人の誰かが持ってるっていうところで小物は渡辺しか持ってないとで原口がハイチュー配って俺がステッカー配ってる、うん、はいはいはい、渡辺がなんで整理券持ってたかというと、うん、俺と原口が持ってるよりも渡辺が持ってた方がまあねまあいね、イラつきとかまた違ってもね渡辺何もないかいってなるよねそう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 、うん、なんか渡辺が外れだったらマジでイラつかれて終わりな気がするからこの業界で一番嫌われてるんで今ダントツじゃない今ダントツで嫌われてるまあでもイベント自体かなり盛り上がったなすごかったよだっていやすごかったゲームスタートってなって全部終了したの40分くらいだからねそうね早いよ早すぎ、うん、結構優雅にベンチ座ってはいスタートああそうかそうかって言ってストーリー上げたらさマジ1分後くらいにバーってきてあやばいやばいってカメラをだってその動画でもあるんだけど、あの渡辺一人目の時撮れてないから。撮れてないですよ。渡辺の時一人目の時、おおすいませんちょっと待ってもらっていいですか。めちゃめちゃダサい。あれなんなんみたいな。で、たくまさんのね。そう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 俺それたくまさんに言ったのよ。そうあの子一番で酒井とかそういうの全部無視して、東京ミズだけ狙ってきて、それ買ってたんですよ。めっちゃ喜んでて、俺その子に DM するわって。感想伝えるわ、嬉しい話やなそうそうなかなかね、頑張ったような気はいたけど足りてないねまあでも3月もいろいろあるしまず溜まってる動画あるからそれも出さなきゃいけないし、はいはいはいまあ、1ヶ月に1回こんな感じにトークやっていこうかなと思っておりますのでまたね、ぜひ3月もお付き合いいただければと思いますはい、はい、ということで、なんか言うあ、ベン配置忘れたうわ、ふざけんなよ配置忘れたあじゃあ、こういうの好きしちゃうんでちょっとうわちょっとね